さあこんにちは、カオクです。本日はねフレンドマッチングやっていくんですけど、ツイッターの方でフトチックさんが企画しているですね、KOF バーストということで親父たちのトーナメント大会があります。そちらの1回戦を本日ね行おうかなというところで、私はB ブロック第1試合純パパさんとの対戦になります。なんでね、もしね、勝利できたら次2回戦主催者のフトシックさんシードをねと対戦します。でさらにその次々と動画ねアップしていこうと思いますので、ぜひよかったらねチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあということでね、親父たちのトーナメント1回戦やっていこうと思います。まずアバターカードただの、ベジと受け流し、ガーマニイチゴでラグス、ターレス、ザマス合体、これでいきます。さあということでね、今回の大会ルールなんか縛りはないっぽいんで、まあ、みんないろんなカード使ってくるのかなと。でただし2回戦3回戦とデッキ変更禁止ですね。まあ、公式と一緒かな。アバターは変更して OK、 アプリも OK なんですけど、デッキの変更は禁止ということで、私はこれでずっとね勝ち続ければこれでいきます。いければね。まずは純パパさん対戦よろしくお願いします。OK、 アイオスはいる。まあやっぱ極限いましたね。で、身勝手、チェンジ悟空かな、あれ。極限貫通するのはいなそうですね。HP2 万9000、アプリ2ラウンド。あ、OK。倍増っすね。OK。あの悟空が、身勝手か、チェンジかで全然変わってきますね。アバターやっぱ腎臓か。腎臓下げるか。ヒーローに行った方がいいですね。受け流し入ってくれた方がいいです。で、気力回復はさせたくないんで、こんなもんで。さあ行きましょうか。ちょっとご飯の倍増がめんどくさいですね。まあ腎臓出してきたと。ちょっと腎臓読みは失敗したかな。まあいいでしょう。OK。 スイッチ僕ですね。ヒーローエナジーをもしかしたら下げられちゃうかもしれないですね。さあ行きましょう。さあ行きましょう。ヒーロー勝てたら嬉しいなって感じですかね。とりあえず。あ、英雄か。さあ行きましょうか。貫通なんで。OKOK。ちょっとめんどくさいですね、これはね。しょうがない。ちょっとバースト効果入れときます。あ、チェンジしてからバーストダメか。チェンジしなくてもバーストいけっかな。 50% 軽減入ってくれれば。あ、やっぱ入んないんですね。負けてもよかったかも。 OK。 さあザマス、ミラクルで出てほしくないんで負けときます。まあゴッドメテは打ちます。アプリ2なんで HP アップとされたらめんどくせえな。きついかな。さあ行きましょう。気絶はしたくない。 OK。 これはでかいよ。さあ行きましょう。2列に入ったらめんどくさいけど。
チャージ開いちまった。あ、上手。まあ、気絶するけど、まあ大丈夫でしょう。レベルダウンしてしまった。必殺技打てないんでね。OK。ある程度ラグスが発動してくれたら助かる。 OK OK、 いいよ。こいつは気絶いっちゃダメ。いやー、気絶いっちゃったよ。やべえな。半減しか効いてないもんね。ただラグスは発動するけど、これやべえな。ギリ耐えろ。2.5 倍だっけ。まあしゃあないですね。うわ、すげえ食らった。さあゴッドメテオ食ってこなきゃ、ここで行きます。2ラウンドに決めに行きます。ああ、撃ってこないかもしれないですね。キーソードか今の。あ、ゴッドメテオ撃ってきたと。まあいいでしょう。1万7000耐えられるかな。それが問題ですわな。ガンガンアプリでもういいし、ガンガンアプリしてくる感じかな。1万2000はいかないと思いますね。ちょっと気絶しちゃったのがやばいっすね。あー、ガンガンアプリくせ。これでいきましょう。ちょっとやっちまいましたね、1ラウンド目。ちょっといいとこなく終わってしまう可能性もあるけど、3ラウンド復活組むか。いや、復活組んでもダメか。 OK。あー、そっちにしましたか。しゃあないですね。OK。 IT ミラクル電化、それでいい。3ラウンドに決めに行けるかなって感じですかね。レベルマックスになってしまった。さあ行きましょう。とりあえずこの親子の力していきたいな。 OK。 危ない、みんな逃げろ。まずい、タイムブレイクされてしまった。何？あ、そっか、親子カメハメハか。こいつ強えな、こいつ。そっか、忘れてた、時空転送あんの。もう最近アイオスが多いから時空転送の存在を忘れた。オッケーオッケー、とりあえずは食らわないね。まあやっぱギリ極炎がなんとか耐えてるって感じですかね。さあ行きましょうか。エリート、危ない。さあヒーロー、ここも開けてもいいな。 OK、 ここも開けてもいい。お互いが奥へが効いてるんでね、ちょっと負けてもいい。ここはこれ以上は負けちゃダメか。そうだね、こいつは負けちゃいけねえ。
ラムスで、でもそんなに回復しねえな。やばいな。で、キーソードやってくるかっすね。6円聞いてこんなに食らうのやばいですね。まあ死にはしないけど、ただ3ラウンドに4万は厳しいな。多分あのアバターですね。まあアバターでしょうね。チャージが速くなってると思うんで、まあまあいけるんじゃないですかね。危ねえ、超ラグってる。ということで、ダブルと龍拳はちょっときついかな。OK。 あ、カードアクションもこいつに行くのか。こいつ強えな、全然食らわねえじゃん。マイナス5。 OK。 強いな。ちょっとチャージ負けときましょう。あ、ミラクル出ねえ。あ、でもお互いに出なきゃそれでいい。下手に勝っちゃうと相手にミラクルが出ると困るんで、負けときましょう。4万はきついな。OK。ダメージ4000。多分先行は取れると思う。 OK。 ユニットある？ないよね。 OK。 やべ、弾が溜まってねえじゃん。あ、チャージ負けたからか。しゃーねえな。まあこれでいきましょう。英雄は出してくると思うんだよな。出してこなかったっすね、英雄。人造は出してこない。出してきたか。 OK。 1個足んねえじゃないか。なんで足んねえんだ。1、2、3、4。あ、7だから。俺8と勘違いしてた。8人じゃないのね。あー、 OK。 人造かな。いや、人造じゃなかったはずだ。OK。 人造かな。ちょっとこれ分かんねえな。いや、2枚あったからもしかしたら人造に強えな。OK、 行きましょう。オッケー、オッケー。ここはしゃあない。ここ負けましょう。最速になっててくれると嬉しい。オッケー、エリート。オッケー、エリート入ったけど強いな。オッケー、とりあえず腎臓勝ったけど気絶はしないんだよね。そこが問題で、ヒーロー勝てばだいぶ違う。でも3万7000無理だな。ガードが硬いっすね。一応奥義は出るけど、そんなにすいませんけど奥義レベル高くないから。5000入れ。 OK、 身軽で入った。美味しい。ここ勝っちゃ違う。さあ行きましょう。おめえ、危ない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 。
どうでしょう、貫通でパワーも結構上がってると思うんですけど。 OK 2万6000いくんじゃないでしょうか。 OK さあどうでしょう。 OK いや強いのは1万8000は いかないか。パンツだったとしても、お強いベジット強い。これ少年ジャンプの付録のベジット見えねえけど強い。こいつめっちゃパワーカード上がってるんで強い。なんとか起死回生の逆転、英雄をもしかしたら出してきたら分かんなかったですけど、今回下げてくれたんでなんとかなりましたね。 OK さあということで、なんとかかんとかそのカード力で勝たせていただきました。順番さん大変ありがとうございました。まあなんか負け試合でちょっと手を抜いていただいた形もありますけど、すいません。なんとかね1回戦は突破できました。ぜひねチャンネル登録をお願いします。カオクでした。対戦相手にキャプトンパンツを送りましょう。